皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG ニュースセットやっていきたいと思います。はい、今日は何をやっていくかというと、物資武器についてお話をしていきたいと思います。やっぱりね、物資武器といえば強い武器が入っている、そんな印象がありますよね。もちろんね、かなり強い武器が入っているんですが、もちろん特徴的なことがあるので、そのことをお話ししていきたいと思います。はい、よかったらね、最後まで見ていってください。で、もしよかったらチャンネル登録、高評価の方もいただけるとすごく嬉しいです。ではやっていきたいと思います。それでは一つ目の武器の紹介にしていきたいと思います。まず MK14 ですね。この武器ですね、 DMR になってます。DMR なんで遠距離を得意とした武器になってますね。うん、遠距離から中距離を得意とした武器になっています。はい、さらに、この武器には特徴がありまして、この武器の右側にある単発というボタン、これを長押しするとオートと単発切り替えることができます。これをオートに切り替えることによって何が起きるかというと、フルオートになります。はい、フルオート、見ての通りすごい反動。うん、なかなかね、抑えるの難しいです。ただ、これどうやって使えばいいのかって言ったら、近距離で使えます。はい。このように、近距離で撃ち合うとき。これちょっと50メーターあるんですけど、もうちょっと近い距離かな。もうちょっと近い距離で撃ち合うときに、このように、近距離の運用もできます。やっぱり DMR といえば、遠距離なイメージなんですけど、まあ、そういう使い方もできるし、今みたいに近距離で、フルオートで、ぶっ放すっていうこともできるんで、やっぱりね、物資武器強いですね。はい、2つ運用ができるという強い武器になっています。なので皆さんも MK14 気になったらぜひ使ってみてください。では次の武器に行きます。それでは次の武器に行きたいと思います。はい、次の武器はですね、グローザーですね。こちらの武器ですね、めちゃめちゃ強いです。超おすすめな武器になってます。うん、まあ迷ったらね、まず拾った方がいいかなっていう感じ。うん、物資にあったらね、何が強いかというと、まず威力が高いです。威力も高いし、連射力も高い、とてつもない悪魔のような武器になってます。はい、もう使いこなしたらマジで強いんで、ぜひね、これはね、物資を見つけたら拾っておきたい一品になってます。ただし、反動がそこそこあるので、この反動をね、抑える練習をね、こういう訓練所とかでしておくといいと思います。はい、なので、ぜひ皆さんも練習してね、このグローザー、悪魔のような武器を使っていただきたいと思います。それでは次の武器に行きたいと思います。はい、では次の武器行きたいと思います。次は AUG ですね。この AUG という武器、アサルトライフルですね。どんな武器かというと、安定系のアサルトライフル。めちゃめちゃ安定しますね。はい。で、PUBG モバイルでは、どういった武器かって言ったら、なんか、M4 があれば別にそれでいいみたいな。わざわざ AUG 拾わなくていいっていう風潮あったんですけど、今作ね、AUG 全然拾っていいと思います。はい。M4 と交換してもいいかなと、私個人的に思っています。うん。安定感があって、めちゃめちゃ強いです。はい。ぜひね、これはね、使ってみてほしい。騙されたと思って、使ってみていただきたいと思います。うん。なのでね、特にね、初心者の方にはおすすめな武器になってます。めちゃめちゃね、この安定するんで、使いやすい武器になってます。ぜひね、何かね、こう物資武器で、あ、これどうなんだろうって思ったら、拾ってみてください。AUG ね、結構強いんで、おすすめになっています。はい、ということで、3つほどね、物資武器を紹介させていただきました。少しでも参考になったと思ったら、チャンネル登録と、高評価ボタン押していただけると嬉しいです。はい、では、マッチの方に行きたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。大丈夫、撃たれてない？大丈夫？なんだ？ここのあのボットを今無言で勝ってました。ナイス。SLR 弾速速いっすね。速いっすね。速いっすね、うん。なるほど。また SKS と違う。そうそうそう。ね、まあ、あのリコイルはちょっと大変だけどね。はいはい。うん、強いっすね。ああ。砕けた。反動が強いっすね、確かに。そう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 。うん、この弾速はでも結構魅力的。あの SKS 使うんだったらバイトからも。
置いてきます、ね、あ、了解っす。ちょっと SLR 行こうと思います。60の家屋だね。うん、あ、いたー。あー、今なんか小屋車庫の左から顔出してるね。で、今なんか車の人いる後ろ、あー、もう一人いるな。当てていく。オッケー。2枚いますね。2枚ですね。あ、購入。あれ、ヨッシーのところ行った。行ったね。詰めてきたね。ね、その青い家の、ね、今いる青い家の多分向こう側、NW の多分家に行ったかもしれない。あー、もう一人。お願い。出てよ。オッケー、ナイス。終了かな。もう一人抜いてくれたよね。あ、いたー。ちょっと待って、いる。目の前。あー、負けだ。あー、ごめんなさい。あー、負けだ。しまったー。隊長ー、ごめんなさい。隊長、すまない。隊長、申し訳ない。ナイスゲビ、ナイス。中佐起こして、どうもありがとうございます。我がクラン隊長、イエーイ、帰ってくるぜ。ヒーロー任せてください。スッパダカのヒーロー飛んできます。隊長の武士は全部、隊長の武士は全部ないです。ですね大丈夫です。なんかあるやつを、あるやつ、はい、あるやつをちょっといただいて。ああ、家屋だね。下の家屋っぽい。ああ、あそこで多分打ち合ってるわ。音が聞こえるわ。どこかな。あのね、下の、こっちの家屋かな。銃声はそっちからする。了解です。はい、シャオン。どこだ。真正面じゃない。あ、真正面。あ、登ってきたよ。出た。ナイスです。ナイスです。あと3枚。おっと、いますね。タンスナいますね。あさっていいですか。そうです。どうぞ。じゃあさ、気をつけて。あの、向こう側からタンスナがいる。2階、了解。じゃあちょっとスモーク投げるわ、ジュンさん。あ、ほい、大丈夫よ、ありがとう。オッケー。あ、ゴミじゃ出るか。よし、行こう。2階ですね。はい、2階のドア。あの、開いてるドアのところにいました。あ、了解っす。あ、飲まれたんじゃない、あれ。飲まれてない、死ぬね、あいつ。飲まれましたね。うん。あららららら、それはダメよ。ただ、俺らもアンチ行きますよ。ね、あ、了解っす。そうっすね。ごめん、7ミリないかな、とか。あ、1個目の、あそこにあるよ。40発しかないもん、俺も。手前のスモークの中に。あ、あった。アズルさん、ここ30発ある。相手は来るしかないぜ。あと2枚。2枚ね、オッケー、やっちまうぜ。あ、いた、下にいるよ。ここ何発か当てた。そこの下のキワキワにいますね。ジュンさんから見て目の前、あ、左。オッケー。おー、ナイス。終わりー。ナイドンでーす。あっさりドンドン。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひね、次回の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。